自己中心、わがまま、身勝手、今現在のあなたの家庭環境を良くしてやってくださいよ。ポカリさんは以前、タバコを吸う営業マンは絶対に売れないと力説しておられましたと。はい。どういう意味かを知りたいですと意味いうことです。タバコを吸う営業マンはなぜ売れないんでしょうか。ズバリ3つあります。まずですね、加害者になっている、共感の視点に立てていない、そして自分を大切にできていません。この3つですね。まず加害者って、なんとかは分かるんですけど、その加害者って、まずですね、繰り返しですね、この動画を通して皆さんにですね、与えること、このことがとても重要だってことをずっとですね、しつこく、お伝えしております。言ってみますと、説得型のその営業というのはですね、全て最初はですね、こちら側の都合でお客様にアポイントを取って、それで面談してアプローチして、そしてプレゼンクロージングというふうになっていくわけです。でもちろんそのアプローチ以降はですね、興味があるということでお客様の同意を得て、それから提案ということになっていくわけですけども、一番最初のアクションはですね、あくまでもこちらの都合でこちら側から会ってくださいということを言っているわけですね。ですから徹底的にその与えるっていう、そういう状態でそこに向かわなければいけないんですが、出演されてらっしゃる方はですね、この大切なお客様に、目の前にいる見込み客にですね、絶対与えてはいけない健康被害というものを与えてしまってるという、これ事実です。これでですね、自分にいろんなその害を及ぼす人と、そんな人とお付き合いしたいというふうに思われますか？そういう人と会いたいと思いますか？その人の話を聞きますか？その人から買いますか？っていう話なんです、これ。自分に危害を加える人でもう一つはですね、この共感の視点に立ててないということなんですね。共感、はい、漢字は、共感はですね、共に観察するですね。これは辞書には出てこない言葉かもしれませんけれども、ビジネスモデルを検討する、経営戦略を考える、そういった時にとても重要な考え方なんですね。自社がありまして、で相手取引先の会社があって、あとそこにですね、もう一点競合ですね。でその中間地点に立って、こだわらず、とらわれず、偏らず、この中心地点に立って、空の心で見ることで、この経営の全体像が見えてくるということで、とても経営において非常に重要な考え方、そういった視点なんですね。ただこれですね、タバコ吸われる方は絶対的にこの自分側からしか物事が見えてない、こだわって、とらわれちゃって、そしてですね、偏りまくっちゃってる、自己中心、そんな心の持ち主だっていうことを世の中に宣言しているようなもんなんです、これ。でですね、タバコを吸うことによるね、メリット、デメリット、これね、考えてみてください。紙に書き出してみるといいんですよね。百害あって一利なしじゃないですか。でもそれをですね、ああでもない、こうでもないって、タバコ吸う人は正当化するんですね。タバコ吸ってね、結局税金払ってるんだみたいなこと言いますけどね、タバコ吸ってですね、あなたが不健康になって医療費でどれだけ税金使われてますかみたいな、そんな話です。これストレス発散になるんだっつってね、あんたそれでいいかもしれないけど、あなたが吸ったタバコの匂いでね、有害物質撒き散らされてですね、あなたの周りの人がどれほどストレス抱えているかっていうことを考えたことないんでしょうか。全く自己中心、わがまま、身勝手、こういったことの象徴ということにこれなりますね。でもタバコを吸う人から、いや付き合いある社長さんはほぼほぼ喫煙してるんだみたいな、だからタバコ吸ってた方が営業としてうまくいくんだみたいなこういう人、結構いるじゃないですか。それがね、それもよく分かってます。そういう人結構いるんですね。これ欧米のエグゼクティブと言われる人たちはほぼですね、喫煙する方々はいらっしゃらないんです。でこれは日本の場合は上場企業の役員であったりとかですね、政治家であったりとか官僚であったりとか、あとですね、個人的にちょっと思うんですけど、学校の先生方でね、喫煙される方、これ非常に多いですね。だからといってですよ、タバコ吸うことでね、その人と仲良くなれるとか、見込み価格ができるとかね、売れるとか儲かるとか、だからということでタバコを吸うってことが正当化されマスター、だいたいですね、覚醒剤やったらね、物買ってやるよって言ったら一緒に覚醒剤って言ったんてこと今やらないですからね。ちょっとついでに言いたいんですけどね、健康関係の仕事やってる方ね、そういったサプリメント売ってる、ネットワークビジネスやってる方とか、健康器具売ってる人とかね、整体とか回路とか、そういったことについて、仕事されてらっしゃる方、美容関係の商材売ってるような方々でタバコ吸いとかいたりとかしますけどね、これ全く意味不明ですね。子供たちの未来のために、地球環境のために、このいった商品使いましょうみたいなことを一生懸命訴えててですよ、自分が育ち盛りの子供を育てていながらタバコ吸って、
地球環境、未来の地球運営よりも今現在のあなたの家庭環境を良くしてやってくださいよみたいな、本当にそういうことじゃないですか。言ってることでやってることでですね、とんちんかんすぎちゃって、つまりこの人たちはですよ、結局そのやっぱり訴えてるその商品であったりとかサービスをね、本気で本当に信じてそんなことしたいなんてことは思ってないってことが明らかなんじゃないでしょうか。奪う動機ね、自分の商売のために儲けるためにそれをやってるんだっていうことを宣言してるってことになるかと思うんですけど、ちょっと息が切れてきました。まあ、ちょっと落ち着いてください。あともう一点ですね、自分を大切にできてないっていうのがまだ説明されてないと思うんですけど、はい、どういう意味ですか。前回もですね、はい、愛についてねお伝えしております。自分自身を知ること、自分を大切にすること、まあ、聖書の言葉にあります。自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいということですね。それは自分以上に愛しなさいということではありませんし、自分以下でもないということです。ですからまずは自分を愛することね、自分を肯定することがとても重要だということは世の中一般的にも最近ねよく言われていることであるわけですね。でもタバコを吸っているね、いろんなことを正当化して自分に嘘をついて自分の健康を害するそういう行為をしている自分自身をあなたは肯定することができますかってことなんです。例えばそれがですね、やめることが難しかったとしてもですね、それが間違いだ、それは良くないことなんだっていうことを認めて、とにかく成功者としてふさわしい振る舞いをしよう、そのような自分自身になろうということで挑戦をしている、そのような自分をあなた自身は肯定する、認めることができるっていうことになるんではないでしょうか。あなたがですね、自分を偽って正当化してタバコを吸い続けて自分自身の健康を損なって自分自身を傷つけて痛めつけて、そんな状態であなたの大切な人はあなたのそのような状態を見て心を痛めるんじゃないでしょうか。あなたを大切に思っている人はあなたが喫煙することで弱っていって傷ついて、そして免疫力が下がって、まあ今こんなコロナみたいなことでですね、重篤化するそのリスクが高まっていくっていうことを黙って見ていることができるでしょうか。黙っていられません。これは自分を大切にすることです。あなたのことを大切に思っている人があなたのその状態を本当に心配してですね、なんとかその悪習慣を断ち切ってもらいたいって切実に強く願っているはずです。ですからその大切な人のためにもですね、自分自身を本当に大切にすること、そのことがとても重要なことです。なるほど。そこまで力説されるほかりさんですから、当然タバコは今まで吸ったことないですよね。ん？タバコは吸ってました。いつまでですか。あのですね、28歳までです。もうやめて 20年になります。28歳って結構若い時にやめてますけど、うん、どれぐらい知ってたんですか。え、どれぐらいから。どれぐらい、14、5年になりますかね。なんか28歳で14、5年なんか若干日本の法律に合わない気がする。うん、算数苦手です僕とか言ってまあ、お年がお年の時効っていうことにはなると思うんですけど、どうやってやめたんですか。あ、これはですね、今ですね、声を大にしてですね、喫煙される方それは間違いだということをですね強く力説してきたんですけども、まあ結局これは全てですね、私自身がタバコ吸ってる時に自分自身に対してずっと言い続けてきた、これマイナスのアファーメーションです。まあタバコ本当によくありません。まあ、本当に当時はまだ売れてもいなかった、収入も安定しない小さな子供も抱えてですね、だけど結局はタバコを吸い続けてる、でバランスが大事だ、成功者としてうんぬんかんぬん、そんなことを人に言いながら結局それができていない自分がいて、まあ、全く自己矛盾、まあ、本当にこんな自分は良くない、まあ、神様信じてクリスチャンになって神様に与えられたこの体をね自らが汚してるなんてこと、これも本当に罪だみたいなことも分かっていながら、でもそれがやめられないみたいな、そんな自分をずっと否定し続けてたんです。これでとにかくタバコやめるためにですね、もう禁煙何回もチャレンジしました。だけどですね、もうタバコ吸って灰皿つけて全てやめるぞっつってですね決断して、ですけどね、もう本当に吸いたいみたいなことでキーってなっちゃってですね、夜中にタバコ買いに走ってみたいな、そんなことが何度もあったんです。だけど本当にこれじゃダメだと、これでは本当にこの先ね、あのセールスマンとしてそれよりも人としてねダメだということで、目標設定しまして行動計画立ててですね、アファーメーション、ビジュアリゼーション、それ徹底的にやりまして、もう最後は本当に神様に一生懸命お祈りをしました。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神様その願いを聞いてくださるっていうふうに聖書に書いてありますから、まあタバコやめることは神様の御心にかなうことだということで一生懸命必死にお祈りしたんです。まあ3ヶ月経ちましたけどもね、忘れもしません。28歳、12月24日クリスマスイブの日、朝目が覚めたらですね、うえっ、タバコもう大嫌いって急にそうなったんです。これすごいですね。
すごいです。これはですね、何が起こったかというと、この潜在意識のね、情報の置き換えがその時カチッと出来上がったという、まあ本当にあとは神様が祈りに応えてくださったという、まあそういったことですけどね、それ以来もうタバコにはですね触れてもいません。すっぱりとやめることができました。まあ結局それができてですね、本当にこのタバコに支配されて、自分でこの自分の習慣をどうすることもできない、自分のコントロールを失っていたわけですけれども、それができたことが本当に大きな自信になりました。で、自分自身で自分の人生をですねコントロールすることができる、自分の習慣をコントロールすることができるんだということを体現して、そういったことから一つ一ついろんなですねセールスにおけるところの見込み客発見であったりとか、アプローチ、プレゼンテーション、いろんな一つ一つの良い習慣を身につけることができるようになって、今日の私がありますということでですね、禁煙しようということを決意された方はですね、ぜひおっしゃってください。具体的なですね、潜在意識の置き換えね、まあ、やり方ということについてアドバイスできるかと思いますので、ぜひ連絡いただけたらと思います。そうですね、まあ、もしくはまあ要望が多いようであれば、タバコ禁煙編ということで別で、うん、動画で分けてもいいかなと思って。なるほど。タバコをすっぱりとやめて営業成績うなぎ登りと、まずね、自己管理をしっかりとしていただきたいと思います。タバコをやめて免疫力を高めよう。あなたの大切な人をぜひ大切にしてください。何よりあなた自身を大切にしてください。売れる営業相談室では皆さんのご質問、毎回毎回募集しております。 YouTube の、ね、コメント欄にいただきましたら随時紹介してまいりますので、ぜひぜひコメントをください。あと、チャンネル登録、よろしくお願いします。いいねもお願いします。いいねもお願いばかりですいません、はい、売れる営業相談室、今回もお送りしました、MC 私株式会社8人坂田誠と、世界最大の能力開発組織 SMI モチベーターの穂刈和弘でした。汗だくです。はい、では皆さん来週お会いしましょう。それではありがとうございます。